都心の西側ですか？そう。雰囲気もガラッと変わって華やかになったでしょ。若干アングラな場所もあるんだけど、そこでの女の子との遊び方はおいおいスノーに教えるとして。変なこと教えないでくださいよ、スノー。この辺りはマーベリック本社が構えられてることもあって、カジノや劇場なんかもあるから。ブルジョア色強めな感じね。警察に介入されたくない施設が多いわけですか？だな。一応バスカが仕切ってるから、ある程度の秩序は保たれてんだよ。で、もう少ししたら六本木地区に入る感じ。そこがちょうどバスカの根城だよ。根城っつってもド派手なライブハウスだけどな。ほら、あそこの建物の地下。グレイシープ